小田勘氏大正12年1月18日は、日本の農政家、歴史学者、著術家。小田勘野は、明治時代の官僚及び、農政史学者、歴史学者、著術家である。字は、自然、画号は高須、虎貧。医者の家系に生まれ当初は医術を専攻したが、幕末には、松本経道に指示した後、天狗党の乱を視察するなど指示として活動した。 明治以後は新政府の官僚として団上代や大倉省、内務省などに報職その後農商務省農務局に移動し、証拠派農学者として佐藤信弘の著作の編纂など、日本在来農法の調査、編纂に従事した。また、金原秋吉らと共に、陰馬沼館宅の事業計画を行った。晩年は歴史研究にも従事し、 平野正門の節縁運動を展開するなど、歴史上の人物の検証活動を行った。著書の総計は、観光書が180冊、未刊書が56冊に達する。天保13年9月18日、三河国抜方郡、高須村に生まれる。父、小田良衛門、母、龍の醍醐子。幼名は、作馬小田家は、 織田の夫の末裔であるという加減を持つ豪農の一族とされ、母方の岩瀬家は以下として同地での名家であるとされる。天保十四年二歳の時父と死別し、続いて母を失った。そのため母の実家の岩瀬家に引き取られ、長兄、当作と共に母方の祖父である岩瀬智衛門に養育された。花岡清州の門下である長男岩瀬圭介と、 その死刑祭より医学を学び、医員の書生として仕事を行った。その後、家営六年から安政三年にかけて、上智村の早川文明に、漢学の素読や医学を学んだ。さらに、蘇我体験に2年間、その後、靴掛村の伊藤良村に起留して勉学した。安政六年、18歳の時に、名古屋の松本慶堂に入門、翌年塾長となる。 松本が家畜を閉鎖したことに伴い、21歳で、郷里に戻り中の合村で異業を開く。翌年には後に妻となる、小田崎へと同棲するが、文久3年の天中組の変で、松本が選出すると、江戸に出た。源氏元年、武田幸運祭の筑波挙兵を聞き、直ちに筑波へ駆けつけた高いを視察。その状況を、常や、平団四冊にまとめた。 さらに浜栗五門の変、四国艦隊下関砲撃事件などに再開し、京都に上り勤労上位派の志士と往来する。長州萩の同志に、京都の状況を知らせようと、もしくは七京王地により、長州に滞在していた久家の世話をしようと出立したが、岩国で幕府方の官長と見誤られ、慶応三年六月から岩国藩吉川家に入浪となり、獄中で生活する。 1868年、呪名となる、織田先へと結婚。1869年2月、品川矢次郎の嘆願によって釈放される。同年6月、品川の推薦により明治新政府の団状省巡察に任せられた。同年病気を理由に団状大を辞任し、帰郷するが、間もなく、若松県の県省族となる。団状大出身の織田が、 若松県観察局に任用されたのは、当時知事であった、四上隆兵の県政安定を意図した方策であったと考えられる。この時、ト根川を渡り、関東の風土に接したことがその後の農政、治水に関心を抱く動機になったと言われており、この前後に佐藤信弘や二宮孫徳への関心を持ち始めたとされる。若松県府人後は、観察局頭取に就任。 中等学校加藤科であった若松学校の主事として活動した。1870年、病気のため再び帰郷する。1871年、大倉省記録寮に出資。この頃より佐藤信弘の著書の工程及び出版を開始する。1874年、内務省官業寮に移動。内藤新宿農務試験場などに勤務した。同年、 大久保利道、松方正義の地具を得て、農政水陶器を表した。1881年、農商務省の設置に伴い同省農務局に展示、内外農所の収集に当たった。第二本農史、全六巻、第二本農政類編などの編集に従事し自らも、本庁農事参考書海外全五間を表した。現在のインバヌ沼日本の治水、 水利等の農政資料の整理を通じ、江戸期における、インバ沼改策工事計画の存在を知る。特に、菅野が、インバ沼改策の必要を通感したのは、佐藤信弘の内容経緯機に刺激されたためと言われており、同書には、インバ沼艦託による農業及び、経済、軍事的な利点が述べられている。インバ沼改策遠隔誌や、インバ沼経緯機などを表すとともに、 その実行に移った。インバルマは、旧幕臣の平山政才と彼が官長を務めていた、新党大政教の資金をバックに1884年より、その監督計画が始められた。天竜川治水事業に貢献した金原昭義と官能がそこに加わり、1888年4月、千葉県の許可が得られる。同年5月、大民会という北起人会が、 東京で設立される。北起人13人のうちには、金原や岩崎や太郎、渋沢栄一、伊藤博文、三下道爪などが名を連ねた。官路が中心となり、本格的な改作計画の立案が開始されるが、オランダ人技士をハニスで、霊家の測量報告書や土木局の調査は、官路の意図したものと大きな祖母があり、1893年頃、計画は、 行き詰まり中止された。なお、本格的な干拓工事が始まったのは1946年のことであり、1969年に現在の陰馬放水路が完成している。まさか戸塚にある戸籍保存費。当初は菅野と坂谷義雄によって混流された。陰馬沼改作計画の頓座の後、菅野は再び江戸時代後期の農政学者。 佐藤信弘の研究に長く力を尽くすこととなった。信弘の著作25冊の肯定刊行を実施し、その意向を大事して1906年に佐藤信弘科学対応を刊行した。この研究はやがて、滝本誠一の佐藤信弘科学全集編纂や、秋田の信弘研究会の結成、信弘文庫の解説となって、さらに発展した。また、1901年に、 被文協会を設立し、菅野は平野正門など歴史上の人物の検証活動を開始した。平野正門が明治政府により半信とされる中、菅野は平野正門節縁運動を開始した。菅野は国定教科書から正門反逆の記述を除くように政府に権威をしたり、平野正門エデンを作り、明治天皇に一読するよう進めたと言われる。 そうした運動の中で、正門期の中介書、国宝正門記伝や、正門ゆかりの史跡、伝説を調査した、平野正門古跡校など多くの著作を残した。明治時代後期からようやく始まった、正門の復権に、菅野の著作が果たした功績は、少なくない。また、菅野の正門研究は、恣意的解釈が混じっていて学問的に肯定できない、点も、 少なくないが、今日では失われてしまった小跡を記すなどした。努力は、現代のまさかの研究の発展を考えるときに、軽んじることはできないとされる。1923年1月18日、東京で死去。去年80歳。晩年、関野は、緑内障を発症した後に腎臓を患っていた。東京都台東区谷中の天皇寺に某火がある。また、 岡崎市福岡町の高須神社にある石碑、高島先生樹碑の大事は渋沢栄一によるものである。2007年7月3日、故郷の高須神社境内に小田館の資料室が完成した。小野武雄によれば、明治初期の農学会には証拠派が存在したとされ、小田は明治初期から中期にかけて見られた皇室を中心とした農政史派であったとされる。 国を行きによれば、小田は明治政府の農業政策の正当性を担保するため、佐藤信弘及び北畠近房の農政が中古以降推備したとする主張を利用し、それ以前行っていた天皇による農政を復活させるという考えを持っていたとする。その一方で、小田は農業の現場と乖離した理論的な農学ではなく、 現場に密接に関わる実用的な農政学を講ずるべきであるとした主張を行い、西洋農学も実用的な部分を取り入れ、排斥する考えは持っていなかったと指摘している。小田は、非分協会を設立して、歴史上の人物の検証に乗り出すが、インバ沼開発氏はその理由として、成果を見ずに死去した人物への共感と同情があるとしている。また、 織田が平野正門を擁護する言説に至った理由として、宮地正人は、織田を通り一遍の広告士官への強い批判者とした上で、その背景に三河国出身ゆえに反発に入れなかったことや、農業民との接触の影響があると指摘している。また、岸川正樹は織田が、農業政策において実用性を重視している点に着目し、 人馬沼周辺の地域や織田の出張した地域に、正門伝説が存在していることと合わせて、歴史学上での正門の認識と、正門信仰の実情との乖離を感じたことが、関与していると推測している。織田家は、旗本領である、高須村に存在する一族であり、系図では、織田信夫の子である、次郎左衛門信久、または、神馬優信久が、 熊谷氏の養子となったことを起源とするとされるが、資料の散逸などにより現在は詳細は定かではない。官野によれば、官野の存命中は、本家、文家合わせて、織田家が十二個存在したという。経図館これの祖父から、この世代までの織田家の経図。妻織田は、佐藤信弘調作の皇帝、観光を行ったが、これにより、無名であった佐藤が、明治前期に、 農学者として認知されることとなったと指摘されている。また、佐藤新基著、漁村維持法に由来する水産の語をだが用いて、内務省官業量、水産化の設立を提言したことが、同単語の書出とされ、1877年頃から拡散したとされる。その反面、近藤秘策や、しでと広くといった、佐藤の政治思想が反映された著書が、 日露戦争後の1906年発行の佐藤信弘科学対応に掲載されたことにより、政治的な側面が、大川周明などによって強調され、時代が下るにつれ、佐藤を単なる農学者としてではなく、政治思想家として捉える風潮が生まれたと指摘されている。また、平野正門節縁運動並びに、織田の著作。 平野正門戸籍校が後世に与えた影響として、先校のように、正門用語論の有力な転居となったことや遺跡を記したこと、正門伝説の交流を促進したことのほか、織田の運動合意はゆる、正門墳墓のたたりが、再び人々の話題に上るようになり、正門に対してお祓いなどの異例が行われるようになったことが指摘されている。ありがとうございます。